ミツバチアッピーの冒険。熊本県阿蘇の大草原に今年も春がやってきました。ミツバチのアッピーも蜜集めに大忙し。おやおや、誰か大きなあくびをしています。なんだ、のんのじゃないか。久しぶりだね、のんの。ミツバチのアッピーとのんのはとっても仲良し。のんのは冬眠から目覚めたばかり。お腹ペコペコです。どうぞ召し上がれ。アッピーは腹ペコののんのに蜂蜜を分けてあげました。のんのは大喜び。いただきます。甘くて美味しい。どうしてこんなに美味しいんだろう。のんのは思いました。美味しい秘密を教えてあげるよ。一緒に来るかい。二人は早速出かけました。わあ、いろんな花がいっぱい。ミツバチさんたち忙しそう。お花の種類で蜂蜜の味と香りが違うんだ。熊本はお花畑がいっぱいで、おいしい蜂蜜がいっぱい取れるんだ。いろんな花から集めてきた蜂蜜はこうやって貯めておくんだ。あれ、蓋をしているところがあるよ。蓋をして大切に取っておくんだ。蓋をするとどんどん甘くなってとっても美味しくなるんだ。完熟蜂蜜って言うんだよ。ここが食堂だよ。大きい蜂がお母さん、女王蜂って言うんだ。みんなと違うもの食べてるね。たくさんの子供たちを育てるために栄養たっぷりのロイヤルゼリーを食べてるんだ。その時、見張りのミツバチが慌てて飛んできました。大変だ、スズメバチが攻めてきた。ミツバチたちは大慌て。みんな行くぞ。大きな大きなスズメバチにミツバチたちは大勢で立ち向かいます。みんな準備はいいか。今だ、かかれ。ミツバチたちはスズメバチを取り囲むと力を合わせてなんとかやっつけました。しかし、たくさんのスズメバチが後から後からやってきます。その時です。ルンナが走ってきました。僕の友達に何をするんだ。のんのんパンチ。スズメバチは一匹残らず逃げていきました。のんのん、本当にありがとう。あなたは私たちの命の恩人です。お礼に美味しい蜂蜜をご馳走します。たくさん食べてくださいね。やったー、よかったね、のんの。いただきまーす。のんのは大好物の蜂蜜をお腹いっぱい食べました。そして幸せな夢を見ながらまた眠ってしまいました。おしまい。